モンスターブラックホワイト。舞台は一種地方、まっさらな世界がどこまでも広がり、初めて出会うポケモンたちが息づいている。新しいポケモンを探し、たくさんのトレーナーと競い合う果てしない旅が今始まる。シーギアがみんなをつなぐワイヤレス通信をオンにしておけば、冒険しながらいつでも近くのプレイヤーとつながることができる。冒険しながらいつでも近くのプレイヤーの様子がわかる。冒険しながら他のプレイヤーと助け合うことができる。ハイリンク、ハイリンクでは自分の世界から近くにいるプレイヤーの世界に、友達の世界に遊びに行き、ミッションをクリアしよう。ポケモンミュージカル、可愛さを競い合うポケモンミュージカル。君の思い通りにポケモンをドレスアップ。うまくアピールできたらファンからプレゼントがもらえることも。4人の中で誰が一番アピール上手かな。2人の相性を確かめるフィーリングチェック。リズムに合わせて画面をタッチ、相性をチェックしよう。フィーリングが合えばいい道具が手に入る。ポケモンバトルも変わる。赤外線通信を使えばポケモンセンターに行かなくてもすぐに対戦できるから、気軽にバトルしよう。新しいバトルシステムも登場し、さらなる戦略が求められる。もちろん交換も簡単に。ついにインターネットへ。インターネットにつなぐことでユーザー同士の新しいコミュニケーションが生まれる。ポケモンドリームワールドでは、夢の中でしか会えないポケモンと仲良く遊んだり、道具を手に入れよう。仲良くなったポケモンはポケットモンスターブラックホワイトに連れていくことができる。ウェブサイトと連動させてポケットモンスターブラックホワイトを楽しもう。ポケシフターを使えばポケットモンスターダイヤモンド、パール、プラチナ、ハートゴールド、ソウルシルバーからポケモンを連れてくることができる。他にも一種地方には新しい発見が続々。
すべてが新しいポケットモンスター、ここにポケットモンスターブラックホワイト。映画幻影の覇者ゾロアークの最後に出てきたポケモン、これがビクティニ。前代未聞の図鑑ナンバー0番、幻のポケモンだ。このビクティニに出会える特別な道具をポケットモンスターブラックホワイト発売後1ヶ月間限定で配信。誰よりも早くビクティニを手に入れよう。